関関戦は関西大学と関西学院大学の間で行われるスポーツ分野での対抗戦である。阪神甲子園球場この連盟の発足後に関西の大学スポーツ界の人気イベントとしての立場が徐々に高まり、中でもの阪神の二大志学対決である関関戦は昭和時代初期には一般市民にも多くのファンを生むなど同率戦とともに 関西学生野球連盟の春秋リーグ戦の伝統の一戦と位置づけられ、人気カードとして市民に親しまれた。関西の学生野球史では必ず登場する、関関戦は同率戦とともに、関西地区の学生野球対抗戦としては、最も有名なカードで、全国的な知名度的としても総計戦に次ぐものとされている。長らく阪急西宮球場で行われていたが、 2002年の同球場の閉鎖などに伴い、現在は主に阪神甲子園球場で開催されている。近年は両校の成績不振や交通アクセスの悪化もあり、観客動員数では同率線に大きく水をあけられている。また延長線などで白母となった場合でも、照明灯は使用せず、日没のためコールドゲームとなる。なお、 両校は年に一度、総合関席選と呼ばれる、大学同士のスポーツ大会も催されており、公式野球部もリーグ戦とは別に対戦している。甲子園球場ではなく、公式野球部のグラウンドで行われる。関西大学体育会サッカー部及び、関西学院大学体育会サッカー部の間で開催され、1923年の関西専門学校ア式州集級リーグにおける、 対戦が最初の対戦となる。以降もリーグ戦の試合をもって、赤々戦として実施されている。なお、年2回のリーグ戦の1試合を特に、赤々サッカー定期戦としている。赤々サッカー定期戦の第1回大会は1953年に開催され、2015年に第60回目の赤々サッカー定期戦が開催された。 ありがとうございます。